根端の縦断面。1イコール根端分裂組織。2四イコール根幹。5イコール前形成層。根端分裂組織は、イカンタバ植物の根の先端付近に存在する分裂組織であり、盛んに細胞分裂を行って根の先端成長を司っている。茎の先端に存在するシュート長分裂組織とは異なり、根端分裂組織は根幹によって覆われている。 大葉の井のトソ層の根端縦断面。中央に一個の長短細胞が存在する。多くのイカンタバ植物では、根端分裂組織は、多数の資源細胞からなる。一方、シダ植物門では、中心に、明瞭な四面体の長短細胞が一個存在する。この特徴は、このグループのシュー都長分裂組織にも見られる。いずれの場合も、根端分裂組織の先端側は、 ネカンと呼ばれる組織によって覆われている。ネカンとの境界及び相乗構造が明瞭な根端分裂組織は閉鎖型と呼ばれる。このような根端分裂組織では、これを構成する細胞層と作り出される組織との対応関係が明瞭である。一方、ネカンとの境界や相乗構造が不明瞭な根端分裂組織は開放型と呼ばれる。 このような根端分裂組織では共通の細胞群から異なる組織が形成される。閉鎖型はトウモロコシや白いヌナズナなど、開放型は玉ねぎやマ豆などに見られる。また閉鎖型と開放型の中間的な型が認識されることもある。根端分裂組織の中心部には細胞分裂をほとんど行わない細胞群が存在することが知られており、 このような細胞群は、静止中心と呼ばれる。静止中心は、根端分裂組織の細胞が分化しないように、制御していると考えられている。また、根端分裂組織に障害が生じると、静止中心は分裂脳を回復し、その修復を行う。静止中心を取り囲む領域では、活発に細胞分裂が起こっており、全分裂組織とも呼ばれる。 根端分裂組織は盛んに細胞分裂を行い、先端側に根幹の細胞を、基部側に根の本体になる細胞を作り出している。根幹は土壌と接しており、根の伸長に伴って外側から剥離していくが、根幹分裂組織から常に新たな根幹細胞が供給されるため、根幹は一定の大きさを保っている。根幹分裂組織に接し、 根幹のみを生ずる領域が明瞭な場合、原根幹と呼ばれる。根幹分裂組織から基部側に形成された細胞群は、外側から全表皮、基本分裂組織、全形成層からなる。これらを構成する細胞は、根幹分裂組織から遠ざかるに従って分化していき、それぞれ表皮、皮層、中心柱になる。 根の先端部分は、このような細胞の分化度合いを応じて、根端分裂組織が存在する、分裂体、細胞が拡大伸長する、伸長体、分化が完了し成熟した細胞からなる成熟体に、大まかに分けられる。多くの遺憾束植物では、根端からかなり離れた部分で、内皮、または中心柱の内さやに、側根の元気が形成される。この元気は、 皮層や表皮を突き破って、側根となる。そのため、根の分子は、側方分子であり、かつ内成分子である。このように根の分子は、根端分裂組織とは関わっておらず、長端付近で新たな即死の元気が、外生的に形成される、周都長分裂組織とは大きく異なっている。ただし、日陰のカズラ植物では、長端分裂組織が2分し、 それぞれが新たな根として新調する。つまり根の分子は、二股分子であり、外性的である点で、他の遺憾多場植物とは大きく異なっている。このような違いは、両者の根が独立に起源したことによるものであると考えられている。ありがとうございます。